着物姿のビング。1899年。日本旅行から帰国したシャンバン財閥の音像シューグクラフトがパリ郊外に建てた日本風の自邸、緑の里にてエクスポジションラメゾンビングエルアートヌーボーブ,をブリュッセル2005年にゴッホ美術館で開かれたサミュエル・ビングに関する展覧会のポスターサミュエル・ビングはパリで美術賞を営んだ。 ユダヤ系ドイツ人で1871年にフランスに帰化。日本の美術、芸術を欧米諸国に広く紹介し、アール・ヌーボーの発展に寄与したことで有名。ハンブルクで生まれる。実家は祖父の代からフランスの陶器やガラス器の輸入業をしていた。1850年代に父親がパリに店を開き、1854年にフランス中央部に 小さな磁気製作所を買い取ったのをきっかけに、ハンプルグで学業を終えた後と普通、1868年にまたいと、このヨハンナベアと結婚。父親からビジネスの訓練を受け、不婦戦争後に日本美術を扱う貿易商となり、1870年代にパリに日本の浮世絵版画と工芸品を扱う店をオープンして成功する。初来日は1875年。 日本を訪れた後に古いものから近代のものまで幅広く扱うようになる。門章公園に近いパリパックベズレ通りのアパルトマンを日本の物品でいっぱいにし、建築家のアンリー・バンデ、ベルデや宝石採掘師のアンリベベル、美術収集家のレイモン・ケグラン、美術評論家のユリウス・マイヤー・グラーフェ、美術史アのガストン・ミジョン、写真家のウーグ・クラフトなど、 流行に敏感な美術関係者などを招いて楽しませた。ゴッホが初めて浮世絵を目にしたのもビングの店と言われており、ブルッセルのベルギー王立美術館が所蔵する4000点の浮世絵もビングから購入したコレクターのものである。またドイツハンブルク美術工芸博物館の日本美術コレクションもビングの収集品をもとにしており、同博物館の根幹をなす有限としている。 コレクションの道筋を作ったともされる。その他、パリ・ルーブル宮グーの装飾美術博物館は元より、オランダのライデン国立考古学博物館、ロンドンのビクトリアアルバート博物館など、ヨーロッパ各地の美術館に日本美術を納品した。1888年より1891年まで日本美術を広く伝えるために複製図版と挿絵が掲載された。 芸術の日本という大盤の美術月刊誌を40冊発行し、展覧会も企画した。迷子を数多くの美しい浮世絵で彩られた芸術の日本は、フランス語、英語、ドイツ語の3カ国語で書かれ、美術情報だけでなく、歯科、演劇、産業美術といった各分野の識者による寄稿によって、日本文化そのものへの理解に貢献した。 ビングが1890年に開催したエコールデ・ボザールでの展覧会で浮世絵を見た美術愛好家のレイモン・ケクランはその衝撃を何という驚きだったろう。2時間にわたって私はその鮮やかな色彩に熱狂していた。オイラン母親の姿、風景、役者、すべてに見とれた。展覧会で売られているカタログと参考書をカバンの中に詰め込み、 その夜私は貪るように読んだと記した。また、同展覧会の組織委員の一人だったエドモンド、コンクールの友人ジ,ジェルベール夫人のもとで働いていた、マドレーヌ・ビオネも浮世絵に衝撃を受け、浮世絵の収集を始めた。ビオネは、後に、バイアスカットという要塞の画期的な裁断法を発見するが、このアイデアを組み立ててゆく、際の土台になった一つが、 着物の直線的な祭壇であった。ビングはこの時の企画によって、レジオンドヌール勲章を受けている。1895年には、旧区プロバンス通りに、アンリバンで、ベルデの内装により、アール・ヌーボーの店の名で、画商店を開いた。日本美術だけでなく、ルネラリックやティファニーなど、同時代の作家の工芸品も、多数扱い、店は、アール・ヌーボーの初見の元の地として繁盛した。 こうして、新しい美術の潮流を牽引し、ジャポニスムブームの一翼を担ったが、初期の収集が、それほど美術的な価値がないものであったことを知って嫌気がさした、ことなどから、1904年に店を閉じて、同旧クサンジョルジュ通りに移転、経営を息子に譲って、翌年、パリ近郊防クレッソンにて67歳で亡くなった。なお、妻、 ヨハンナのアニマルチンミカエルベアは日本に長年、暮らし武器輸出の会社ベア商会を経営していた。日本人女性の荒井六と結婚し、テルコという娘を設けた。ベアが離日子会社は、高田心臓が引き継いで、高田商会となり、ベアの娘のテルコは、高田心臓の幼女となり、男爵、原田一同の息子、原田とよきちと結婚し、原田熊を産んだ。ベアはフランスに渡り、 現地女性と結婚し、当地で没した。ありがとうございます。